調布から三味線音楽を発信し、多くの人に楽しんでもらう催しが調布市で開かれました。22日日曜日、調布市文化会館田作り8階映像シアターで第7回長唄友の会三味線コンサート浴衣会が開催されました。この催しは友の会が主催したもので、普段田作りで練習している生徒らの技術向上や、調布から三味線音楽や楽器を広め、多くの人たちに身近に感じてほしいと5年ほど前から行われています。長唄とは歌舞伎舞踊の伴奏音楽として発展した三味線音楽のことで、1分程度の短いものから50分以上に及ぶ曲などバリエーションも様々です。子どもから年配の方まで幅広い世代の参加者たちは、普段の稽古の成果を存分に発揮し、訪れた観客を楽しませていました。会では松の緑や勧進帳などシンプルながら奥深い曲に加え、親子での発表ではあんた方どこさを披露、客席で一緒に歌う姿も見られました。最後は二人腕球の一部を見事に演奏し、会場は大きな拍手に包まれました。三味線音楽の魅力にたっぷりと触れられることのできた一日ではなかったでしょうか。今後もこの魅力を広めていってほしいですね。